3月にゲットしたものベスト3。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は3月にゲットしたものベスト3をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、3月はね、卒業式がありましたね。3月の大イベント、卒業式が終わりましたよ。でも休校中なんですよ。なので3月は小学校最後の月だったんですけど、学校に行ける時がなくて、だって休校中だからね、荷物取りに行くのと卒業式だけしか学校行けませんでした。でも荷物取りに行くっつっても友達にも会えなかったし、ね、学校行きたかった。ほんとまさかの休校ですよね。まあでもね、次の年中学でも頑張りたいと思います。でもあれなんでしょ、ママ中学の入学式をやーなし。でも写真を撮りに行けるんだよ多分ね。まあそんな感じらしいです、私の中学校は。それでは3月ベスト3始めたいと思います。それでは3位はじゃん、こちらです。はい、ちょっとごめんなさいね、見にくくて。はい、これは鏡です。見て、ほら映ってる映ってるわ。はい、これは鏡なんですけど、ちょっと下がねこうなってて机に置けるんです。なのでこれいいなと思って、これは机の上に毎回乗っけてます。はい、はい、こちらはサンキューマートで買いました。でね、これねライトつくんですよ。モバイルバッテリーとかでできます。この USB でライトつきます。で、私ね机と充電器が結構私遠いので、モバイルバッテリーでやってます。これね、今はママの借りてます。くっつけていきますよ。どーん、見えるかな、ほら明るくなってんの分かるかな。後ろ見てた方が分かりやすいね。いくよ、これつけてないバージョン、ほらつけてるとこんな感じ、ほらちょっと明るいでしょ。でね、丸いから目も丸くなってめちゃくちゃいいです。まあ角度はここまでいきます。顎映ってる。はい、3位はこんな感じでした。第2位はじゃん、はい、こちらです。だーん、こちらはねずこのポーチです。これは鬼滅の刃のグッズ、紹介の時に紹介したんですけど、これクレーンゲームで撮ったやつです。めっちゃ可愛い。そう、私炭治郎とねずこが好きなので嬉しい。そう、ポーチね、これめちゃくちゃ良くて、なんかこんな感じになってて中もピンクなんです。可愛いよね。で、まあモバイルバッテリーとか入れる用の袋にしたりとか、結構いろいろと使ってます。使えるしめっちゃ可愛いし的な感じです。私のモバイルバッテリーもこんぐらいのサイズだから入るんだよね、結構大きめのも。こんな感じで入れてます。またね、鬼滅の刃のグッズが増えたら紹介したいと思いますので、楽しみにしててください。それでは3月ベスト3の第1位はじゃん、はい、こちらです。じゃん、はい、こちらは中学校に持っていく筆箱です。そうね、これもう結構使っちゃってるよね。シャーペンも結構使っちゃってるし、こんな感じ。これ本当にこれにしてよかったなと思ってます。こんな感じ、めちゃくちゃ便利なんです。まあ、最近私ねこれ閉めてなくて、全然閉めてなかったので、そう、いつも机にこうやって置いてるんです。こうやってね、そう、便利でしょ。詳しく知りたい方はこの買ってる動画と紹介している動画があるので見てみてください。ものすごく便利で、もう早く中学に行きたいですね。そう、もう早く早くの状態。まあ見た目こんな感じです。このここの文字が書いてあるだけで、他はグラデーションになってます。あ、ここはピンクだけど、ここは紫とピンクのグラデーションです。はい、1位はこんな感じでした。はい、ということで今回は
3月にゲットしたものベスト3をやりました。で本当に3月はなんか悲しいこともあったけど、まあ卒業できたことが祝いですそうね、中学も頑張りたいと思います。中学の後もよろしくお願いします。4月もいろんなものゲットできたらいいなと思ってます。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。